次は堀江一馬に関するファイナルクエスチョンですからね。堀江一馬に関するよね。ちょっと待ってよ。さっきの誕生日ね、ちょっと俺傷ついてるから。惜しいとこまで、惜しいとこまで。そうそう。さっきなんか、全然知らねえみたいな。何、知ることができる情報だからね。堀江さんのやつ。調べれば出るからね。ベッシュのは。ベッシュのね、最初だけだね。はい。ほんとごめんね。ではい、では行きます。これ絶対当たんねえよ、こんなの。はい、行きます。そうなんだ。僕、堀江一馬が、一度、行ってみたい場所はどこでしょうか。まあもう無理だね。一個だけあるんですか。まああるかどうかも分かんないよ。自分で考えてあるけど、うん、じゃあ一番最近行ってみたいところにするわ。ずっと昔から行ってみたいところあるけど、うん、今やっぱ最近多いと思うから。今、うん、現在。今すごい行きたいところ。なんだ。ちょっと限定してください。まずは地球ですか。地球ですよもちろん。いやそれは。俺そんなら月って言いそうな感じだから。わかるわかる。まあ俺をよく知ってくれてたら絶対わかる。日本が海外か。誕生日すら知らないですよ。ああ、おじいちゃんだ。ああ、ゲームだ。悪かった悪かった。ジアリスの長老なんだ。本当に悪かった。おじいちゃん。ダメだよおばあちゃんか。ごめんね。おばあちゃん。地球です。地球。え、で俺がまあ地域は。地域？地域言っちゃっていいの？地域海外です。海外。海外。まあ俺のこう趣味とか、俺が普段こう話すことからすると、あっちじゃないのかな。俺あっち行きたいんだろうな。これ声優なんだろうけど、うん、あっちとかきっと憧れがあるんだろうな。それ完全に本当に関連あるんでしょうね今のセリフ。あるよ。ねえねえ一応じゃあ何アニア？国？ん？国の国でいいですか？国でまとめちゃって大丈夫？あ国でまとめていいよ。何ロック？いや国の中のある地域に対して行ってみたい。本当はピンポイントだけど国でも正解。なんだ？いや俳優だったら一回ぐらい行ってみたいよ。ナジア。ナジア。俳優だったら行ってみたい場所ですよ。俺俳優だったら？うん。俳優だったら俳優だったら多分これだな、じゃあもうこれ言って当たんない。もう十分だと思うよ。十分でしょ。俺だってこれ絶対合ってる。絶対合ってると思う。俳優だったら俺これ地域限定。声優さんはいないかもしれないけど俳優だったらでもこれ国よりそこの場所の方が有名だよ、ね、場所とか、ね、あはいはいはい。え国でもないのポイント。どっちでもいいんじゃない。どっちでも正解する。なんか阿部君が大変そうだから、うん、国だとかなりでかいよね。はい、うん、はい、わかんない。はいじゃあ行きますよ、はい、せーのハリウッド。おお二人正解。やっぱ阿部くんなんだベシ、まあ、映画祭であるそう有名なその劇場とかに行ってみたいかと思ってるし。映画とか堀江さん前ブログに書いてたでしょ。なんかそんな感じのこと読んでくれてたんだ、うん、何キュンとしてんの。キュンとしちゃう。俺もたまに見るよ。おありがとう。ハリウッドか。俺もたまに見てるけどだからそんなこと言っちゃっていいのここで。じゃあ正解。ハリウッド行ってみたくない。ハリウッド、いやハリウッドです。大正解です。あ俺なんか劇場の方行ってみたいなと思っちゃった。俺だから、うん、俺もなんかそのだってさギリシャとかのさそうそうそう古代のなんかみたいな、うん、日本でいいんだよ。あんなすげえ映画ね。例えばアバターとかさ、うん、どうやって作られてんのかな。なんかその見学的にそう空気だけでもさ知ってみたいっていう、こう好奇心、単純な好奇心ですけどね。行ったことないんだよハリウッドは。カルフォルあのもうちょっと違う地域行ったことあるんだけど。カリフォルニアいいじゃん。なんでカリフォルニアを濁したの。言えばいいよ。カルフォルニアみたいな。カミツね。じゃあ続きまして、はい、最後の問題。最終問題ですね。じゃあ最終問題の前にポイント考えて。そうですね。そうですね。私が5。アジさん5。え5？堀江さんが3。3、うん。寺島が2、うん、安倍0。興味ねえぜ。最後の問題は。最後の問題だって点取りようないから。じゃあ最後の問題は。100ポイント。いや最後の問題は6ポイントでいいんじゃない。なんで地味に地味に勝つ。そうすると阿部くんが勝てる。じゃあ100でもいいじゃない。ちょっと待って、でもそれおかしいよね。なんで最後の問題で俺抜かれるしかないっておかしいよね。誰も正解しなきゃいいの。そうそう、誰も正解しない可能性はあるから。じゃあ変な答えにすればいいってこと。ダメだよ。このゲーム戦地ねえよそれじゃあ。ちょ問題聞いてから決めようそれじゃあ。問題聞いてから、とりあえず読むよ。僕梶裕貴が最近最も楽しかったことは何でしょうか。わかった。うわ難しい。楽しかったことか。マジで。じゃあもうカジ君にあらかじめ書いてもらおう。それをね。で6点にしよう。やっぱここはゲーム的にちょっと待って分かりづらいもんこれ。俺分かったっけ。俺分かったけど違うかもしれないし、うんうん、なんだろうな。最近楽しかったこと。カジ君ここで6点でいいですって言うと、もう女の子たちキャーすぐ女の話すんな。男気。いや1点です。誰も勝てねえじゃねえか。誰も勝てねえ。分かった。5億点。5億点。6億点。やった。イエーイ。6億4点。6億4点。イエーイ。よし。じゃあみんな全員外れた。6億4点あげる。そうだ。やった。そしたら6億9点。すげえじゃん。すげえカジ君。最近カジ君が楽しかったこと。でもちょっと待って、これでさ、俺がなんか例えば全然関係ないこと書いたら大貧縮だよね。わかんない。それはでもカジ君じゃよ。カジ裕貴って男はそんなことしないよ。しないしない。カジ君が何を楽しいと思うかはカジ君の自由。自由。
あ、なんだろうな、最近でしょ。でも当てにくよ俺は。はい、できた。はい、じゃあこれは絶対これだな。はい、せーの、かわいい猫と出会って一緒に住むことになった。長長え。その昔話でしそうな。長す。え、二人が軽音。軽音、うん、最近よく話すじゃん。まあ、かわいい猫と出会ったとか猫関係で僕は詰めました。はい、はい。はい、本当に堀江さん個人的なことですよね。いやだってさっき猫だったじゃん。でも、うん、カジ君猫飼ってないですけどね、うん、出会ってもいないし。落ちた。あ、でもアズニャン、アズニャンを入れれば出会ってる。ああ、そうね、うん、アズニャンね、うん、じゃあ答えいきます、まあね、はい、僕が最近最も楽しかったことは何でしょうか、うん、今この時この瞬間。お後がよろしいようで、ね、優勝は梶裕貴さんでーす。でもほら、こういう答え方あるじゃん、うん、はい、出ました。もう一問用意してまーす。確かに。今までじゃあ梶くん今6億消えてんだから、うん、次は最後の問題はじゃあ、あ、エキストラ問題。点数は1兆点です。やったー。6億10点じゃないんだ。1兆点。この番組のプロデューサーかやちゃんの身長は何センチでしょうか。ぴったり正解以外は内輪で近い答えを正解いたします。お、よし、かやちゃんね、見たい今ね。まあ、うん、答えてもいいんじゃないかな。まで迫れんの、そんな肉薄できんの。まあ、肉薄できるならしてもいいんじゃないかな。しよっかな。そこも1センチ単位の勝負だな、自分の中で、うん、あの辺っていうのがあって、そう、3センチぐらいの誤差で悩んでる、うんうん、みんな大体近いよ、あれだから。うわ、どっちかな、どっちかな、あっちかな、そっちかな、どっちがいいと思う。知らん。あ、ちょっと待って、お前の中の選択肢は。じゃあこっち、はい、はい、できた、はい。そう、これみんなポイントのチャンス。ちなみに堀江さん、俺のとこから完全に見えてるけど、俺見ないようにしてるからね。ごめんね、俺自分で処理してる。隙が、さあ、じゃあせーのでいきますよ、はい、すか、せーの、146センチ。お、カジ君、俺と2人一緒。うわー、ほんとだ、俺と C ベイが近いからね。154、ほんとだ、155。正解は、気になる、正解は、正解は、正解は147センチ。おー、うわー、同点決勝、これさ、同点決勝じゃねえよ。これだって1兆6億9点だぞ。すげえ、マジで、見すげえ、0点のやつなのに1兆6億9点。稼ぎすぎだろ、俺。これさ、1ポイント1円単位でくんねえかな。ダメだよ、本当だな。ということで、はい、優勝は 1兆6億9点で、カジユキさんです。これは文句なしだろ。やったー、K4T シャツいただきました。当ててちょうだい、当ててちょうだい、当ててちょうだい、絶対嫌だ。よし、これ、いやー、楽しかったー。楽しかった、面白い。もう4人でやんね、これ1問も当たんねえから結構面白いな。ラジオ4人でやろう。このクイズ毎回やろうよ、うん、ね、みんなを知っていくラジオ。これだけをやる DJCD とか撮ろう。いい、いいクイズしかやんねえよ。あの、焼肉屋で、焼肉屋、いいね、いいね、食いながらまたやろう、うん、じゃあ焼肉屋で俺たちを知るラジオ。うん、そうだ。さあ、気になるのがね、どんだけカットされるかね。絶対尺ものすごいよね。割とガッツリやったもんね。まだこの後インフォメーションあんだよ。そうだよ、インフォメーションなくていいか。やるよ。大事なところ。いや、そうだね。見てくれてなかったね。うん、1兆6億点を抜かしても。だって、安倍くんなんてなったの結局。0点。本当に、うん、あの、だから何みたいな顔。0点。マジ0点なの？マジ0点だよ。あんたもマジか。二人ともマジか。森江さん何点だ。俺、ほら、6兆点取った。1兆点、1兆点。6兆点。1兆点も取ったし。あ、1兆点の前は？ 1 兆3点じゃない？ 1 兆3点ぐらい。あんまでも3点でそんな風に言われたかもね。はい。まあ、というわけで、まあ、非常にね、勝手に僕らとしては盛り上がりました。はい、はい。特別企画、ジアディクトパーソナルクイズ大会でした。はい。